滋賀の風土と歴史の中で魅力ある伝統産業と豊かな文化が育まれました。鎌倉時代に始まり、日本六古窯の一つである信楽焼は土味を生かした素朴な風合いが特徴で、時を超えて多くの人々から愛されてきました。今も多くの窯元が残る信楽では焼き物作りに挑戦することができます。また琵琶湖がもたらす気候により、滋賀の平野部は古くから麻や絹、綿などの天然素材を使った織物の産地として発展してきました。さらに山々からの地下水が豊かで米作りが盛んな滋賀には、江戸時代から続く酒蔵も多く、地域のお米を使った本物の酒造りに取り組んでいます。そして地元の特産品を手に全国を行き交った近江商人ゆかりの地があります。近江商人の売り手によし、買い手によし、世間によしの三方よしの精神からは、時代を超えた普遍の価値が読み取れます。